今回も引き続き PL 学園について話していくぜ。前回は PL 学園が甲子園で勝ちまくって、高校野球の王者になったところまでよね。今回は90年代以降の、PL 学園の歴史と衰退に至るまでの経緯について解説する。バッチコイ。PL 学園は80年代、甲子園に出ない年の方が珍しいくらいだった。甲子園でも勝って当たり前って感じだったよね。だが PL 学園は90年代、平成に入ってから苦戦を強いられる。なんで？理由の一つとして、PL 学園のビジネスモデルを取り入れた、競合私学が増えたことなどが挙げられる。野球部を学校の広告塔にする、高校野球ビジネスってやつ？そう。その影響もあり、大阪内でも有力選手が、PL 以外の高校に流れることが増えていった。確かに PL と同じような条件で野球ができるなら、過酷な競争を強いられる PL を選ばない子も増えてくるよね。その最たる例が大阪桐蔭だな。出ました大阪桐蔭。大阪桐蔭野球部は1988年に創部。創部3年で夏の甲子園大会出場。そのまま甲子園優勝を決めている。PL を超えるほどのスピードで強くなっとる。しかしやはり大阪で一番の人気校は PL 学園。全国の有名球児たちは、こぞって PL に憧れ入部した。それだけのブランドは築いてきたものね。今岡誠、松井和夫、福留孝介、サブローなど、後のプロの一戦で活躍するスターを輩出し、甲子園でも上位の成績を収め続けた。超有名選手ばかりね。98年春には中村監督が勇退し、河野監督が新監督に就任。名将の勇退は PL にとっても痛いわね。河野監督に代わるも、PL の強さは変わらず甲子園に出場。新生 PL 誕生ね。そしてその年の甲子園準々決勝、平成の怪物松坂大輔との死闘は、多くの PL ファンに夢を与えた。本当にこの試合は熱かったわ。甲子園の中でも歴史に残る名勝負よね。翌年の99年には、中学日本代表で世界大会優勝を経験した、今江俊明、浅井秀樹などの中学球界のスターが入部する。甲子園優勝待ったなし。この年は中学公式のトップの大半が PL 入りをしており、今江や浅井の他にも、桜井光大や小西雄介など、後にプロ入りする選手が複数いた。過去の黄金世代と比べても、負けないくらいのスター軍団ね。彼らが3年の頃には、練習試合2桁得点が当たり前。1試合で13本ホームランを打った試合もあるほどだ。13本。夏の大会本番もさぞ大暴れしたんでしょうね。それで甲子園では優勝できたの？暴力事件の不祥事を起こした。え？甲子園優勝は？甲子園どころか夏の大会出場停止処分を食らった。それじゃあ PL の運命を変えることとなった。その暴力事件について解説していくぜ。なんてこったい。2001年3月某日、とある1年生部員が寮を脱走し、親元へと帰る。あまりの練習の厳しさにプリズンブレイクしたのね。その脱走した部員は日頃から、先輩部員たちに暴力を振るわれていた。それはいけない。しかもバットやパイプ椅子で殴られることもあり、このままここにいたら殺される、と感じ脱走したという。寮内でプロレスでもしてたのかな？両親はあまりの息子の変貌ぶりに、学校側に内容証明を送り、ことの真相を確かめようとした。これは素直に謝るしかないわね。ところが学園側は、心が乱れている時は、PL 教団の教会に親子で拝みに来い。は？要するに隠蔽しようとした。この悪徳教団。その後被害者親子との話し合いがこじれた末、4月に PL 学園は暴力があったことを認め、高野連に報告。うちの部員の一人が、後輩部員に暴力を振るっちゃいました。学校側でちゃんと指導してね。今回は連帯責任は問わないけど、警告処分ね。これで出場停止処分を受けたわけじゃないんだ。PL 側はあくまで今回の暴力行為は軽微で、当事者間だけで起きたことだと語り、高野連は重い処分を下さなかった。ん？殺される恐怖を感じて寮から逃げてきたのに、軽微だったの？他の部員とかのいじめはなくて、当事者間での出来事なの？その後監督や野球部部長などが謝罪に来るが、納得できない被害者両親は、学校を相手に民事で告訴。訴えられちゃったか。翌日から、新聞や週刊誌などでこの騒動が取り上げられ、凄惨ないじめの内容が次々と、白日の元にさらされた。こやみんな逃げ出しますわ。
これに対し PL 側は記者会見場で弁明。さすがに非を認めたのかな。訴えられた先輩部員によるいじめはあったが、部ぐるみでの暴力行為があったわけではない。こうした事件の発覚にも、PL 側はあくまで、暴力行為は個人がしたもので、部内で暴力が常態化していたわけではないと語る。今さらこの言い訳はきついでしょ。高野連は PL 学園に対し再調査を依頼、さらに2件の暴力事件を隠蔽していたことが発覚する。過去にももみ消していたのね。この2件は直近2年、いずれも先輩部員が、バットで後輩を殴ったことによる、暴力行為だった。こいつらバットが人を殴るものか何かだと思ってるのかな。PL の暴力体質の改善のなさと、誠実な対応が世間の批判を呼び、事態を重く見た高野連は PL 学園に対し、半年間の活動停止処分を下す。これだけ問題にされちゃ当然ね。PL 側も全然反省しているようには見えないし、PL 学園側は最後まで、これらの暴力事件を、些細なトラブルだと言い張り、そのスタンスを曲げることはなかった。やっぱり監督が中村監督から変わったことも、選手の規律に影響あったのかしら。どうだろう。PL はこの後さらに、過去の部内暴力事件でも訴訟を受ける。え、また?この2件目の訴訟というのが、中村監督在任中の、97年に起きた暴力事件。1年の態度が悪い。いつも通り指導しておけ。はい。仰せのままに。コーチまで関与しちゃってたのね。この暴力事件で被害者部員は、利き腕の靭帯が切れ、野球を断念するほどの重傷を負っている。こりゃ PL も全力で謝罪しなきゃ。PL 側から謝罪や治療費は一切なく、なんなら示談交渉で、PL がごねたため訴訟に発展した。この悪徳学園。これらの訴訟により、PL の暴力が、昔から世代を超えて引き継がれていたこと、高野連にも昔から、嘘の報告をしていたことなどが明るみに出た。もう PL のイメージはボロボロ、そして98年の名勝負を演じた、河野監督や、伝説のスカウト、猪本コーチなどがチームを去った。これは立て直しは難しそうね。ここからは、事件後の PL 学園がどうなったのか、その部分に焦点を当てていきたい。バッチコイ。事件後、川野監督の後を継いで、当時20代の藤原コーチが監督となり指揮を振るう。青年監督にチームの立て直しは荷が重そうね。しかし PL の強さは健在で、事件後も甲子園への出場を何度も決める。見事チームを立て直したのね。暴力事件以降藤原監督は、付き人制度やわけのわからない決まりを廃止させたと語る。なるほど、そのおかげで PL が復活できたのね。これで部員たちも安心、できるわけもなく、その後も監督に隠れて、選手間での暴力行為や、付き人のような悪しき慣習が消えずに続いていく。それは残念、なんでやめられないのかしら。藤原監督曰く、覚醒剤をやめられない人間に、なぜやめないのかと説教をするものだったと語っている。か、覚醒剤ってもしや。き、それは無関係だ。まあそれだけね、学会ってことだ。PL のしごきを経験した上級生からすれば、それを知らない下級生に、苛立ちを感じちゃうものなのかしらね。そうだな。事件以降も先輩部員によるいじめや、暴力の伝統を変えられなかった。難しい問題なのね。こうした現状に、暴力をなくそうとした藤原監督も苦悩した。それで藤原監督はどう対処したの?監督自ら態度の悪い生徒をぶっ飛ばした。藤原監督はこの暴力行為により、2008年に監督を退任する。暴力をなくすために監督が暴力を振るっちゃダメでしょ。時は21世紀、こうした指導者の体罰的指導も、問題とされる時代になっていったからな。逆に考えればそれ以前は、体罰的指導が当たり前だったとも言えるわね。そして藤原監督の退任を受け、学園は河野氏の再任を決定する。あれ、またこの人が復帰するの。最初の部内暴力が発覚した時の監督なのに。結局河野監督が出戻りするも、2011年に部員の部内暴力と喫煙が発覚。1ヶ月の対外試合禁止処分を受ける。また問題が起きちゃってるじゃん。なんで他の人に監督をさせないの?藤原監督が辞めたことで、PL 教団にとって、河野監督以上の適任者がいなかったからな。外部からは呼べなかったの。監督人事は、教団側の意向によるところが大きいからな。意向って?PL 教の信者であり、教団の信頼がある人物であることが、最優先される。まあ PL 学園の野球部自体、
PL 教の広告のために存在してるんだもんね。仕方ないか。だからこそ後々あんな事態になってしまうわけだが。ん？そして2013年、この年は優秀な選手が多く、甲子園出場を狙えるチームだった。これは期待。しかし部員による暴力事件が起きる。こいつらほんと懲りないな。日本学生野球協会は、この件を明らかないじめと判断、6ヶ月の出場停止処分を下し、これにより夏の予選の出場権を失った。監督はどうなったの？当然河野監督も退任した。そして PL 教団は、後任監督に学園校長の、正井和真氏を指名する。おお、校長自らチームを率いるなんて斬新ね。PL 野球部の OB なのかな？いや、野球は未経験で、後任が決まるまでのつなぎだった。ダメだこりゃ。しかし予想に反し、正井校長率いる新チームは強かった。不祥事を乗り越えた PL は、2014年の大阪大会で快進撃を見せ、決勝に進出する。正井マジックね。残念ながら決勝では、大阪桐蔭に大敗するものの、この快進撃は多くの PL ファンに、野球部存続の希望を与えた。実績も残したし、来年また優秀な選手が入ってくるわね。ところが PL 学園は、2014年10月に、新入部員の募集を停止する。え？翌年には未経験の監督を支えていた、二人の優秀な OB コーチが、学園の意向によって野球部を離れる。結局後任監督も決まらなかったの？ああ、さっきも話したように、PL 教団の意向を組んでくれるような人材でなければならない。簡単には見つからなかったってわけね。そして2016年夏、PL 学園は初戦で敗退し、同年休部となるぜ。最後の夏が初戦敗退で終わるなんて。ここからは、PL 学園野球部の衰退の原因ともなった、学園が隠してきた野球部の負の部分について取り上げていきたい。うん。野球部の上記を逸した上下関係については、先の話でも言ったな。付き人制度とかよね。とりわけ PL 野球部の寮生活は、この世の地獄とも揶揄される。どんな寮なのよ。やはり一番の問題となったのが、その付き人制度。なんか相撲界みたいな制度よね。具体的にどんなことをしてたの？ PL 学園における付き人制度は、下級生が上級生の付き人となり、練習から洗濯、食事の配膳、給仕、マッサージなどの、寮内での身の回りの世話を全て行うというもの。下級生にとっては休まる暇がないわね。下級生のミス一つで連帯責任を問われ、上級生たちから、暴言や暴力による指導を受ける。結局この制度が、PL の暴力を増強させる結果になったのね。そして PL 学園には、後輩が絶対に守らなければならない、鉄の掟がある。ヤクザかな。入部した1年生は、付き人マニュアルなるものを書かされ、ルールを守ることを誓わされる。刑務所よりヤバい量だったのね。練習中水を飲むことも許されず、起業しても仕事に追われ、満足に食事を取れず、選手たちは痩せ細っていく。戦時中の硫黄島かな？厳格な寮生活の中でいつの間にか、3年神様、2年平民、1年奴隷、という不分率が出来上がった。とんでもない不分率ね。PL 学園 OB の清原氏も、暴力は PL の伝統と語っている。ドメスティックな伝統ね。さらに PL 内の上下関係は、選手間のみにとどまらず、不景観でもあったらしい。なんだそりゃ。1年生の親は雑用の全てを押し付けられ、上級生の親の前では、常に平身低頭しなければいけなかったそうだ。親が偉いわけじゃないのにね。こうしたおかしな伝統の数々が、部員の価値観を歪めていき、その中で暴力が正当化されていった。暴力の連鎖が生まれてしまったのね。次に野球部休部の原因について考察していく。考察も何も、部内暴力による、教団のイメージ悪化を懸念して、休部にしたんじゃないの？それが一番大きな要因なのは事実だが、野球部の休部には、教団の事情も大いに関係していたと言われる。教団の事情って？まずターニングポイントになったのが、野球部を誰よりも応援していた、三木徳地下教祖の氏だ。うん。だけどその後に、KK コンビとかが入部して黄金期を迎えたのよね。ああ、ただ今まで一枚岩だった、野球部と教団には溝ができていく。なるほど。次の教祖が野球嫌いだったのね。それで全国優勝しなければ敗部を、それなんて H2?
三代目教祖である三木隆仁氏は、別に野球が嫌いというわけでもなかったそうだ。でも二代目ほどの情熱を持っていなかったと。それはある。今まで野球部の人事などは、徳地家氏が取り仕切っていたが、隆仁氏は野球部に積極的には介入せず、他のクラブと同等という目線でしか見てなかった。そうなんだ。この人が、もっと野球部に情熱を持ってれば、球部はなかったのかしら。それもどうだろう。そもそも隆仁氏は2007年に、脳の病気で倒れていて、PL 混迷期には、ほとんど業務を行っていなかったらしい。え、そうなの。実質的な業務は、隆仁氏の夫人らが、行うようになっていたそうだ。じゃあこの人が、PL 野球部を球部に追い込んだ張本人なのね。確かにこの三代目夫人が、野球部の復活に、積極的ではないという噂は流れている。やっぱり、しかしそれは、野球部が嫌いとか単純な話ではなく、もっと根本的な問題がある。教団で闇の魔術でも研究してるとか？なんだその発想。その問題は教団の信者数の激減だ。80年代には交渉265万人もいるっていう。今の信者数は、前世紀の3分の1の、72万人程度だと言われている。随分減ってるけど、あの頃の信者たちはいずこへ行ってしまったの。少子高齢化の影響や、新宗教の台頭なども、信者を減らした原因の一つだな。教団も時代の波に飲まれてしまったのね。信者を減らしたことで、教団への寄付金が減り、学園の経営にも影響が出る。野球部ばかりには構ってられないってわけね。野球部につぎ込まれる常在が減ったことで、年々スカウトや特待生の縮小が行われ、2010年代あたりから、教団側から野球部に対する、支援はなくなっていたらしい。そんなに苦しい状況なら、不祥事ばっかり起こす野球部は、教団のお荷物だと思われても仕方ないのかもね。それに PL 野球部が、PL 教の不況に役立っているのか、疑問視されているしな。いろんなお家事情が絡んだ結果なのね。そもそも PL って、いつからこういう厳しいルールができていったのかしら。中村監督が選手だった頃から、こうした厳しさはあったそうだ。そんな昔から？しかし当時はどこの学校も、そんなものだったとも語っているぜ。まあ昔の学校って、体罰もしごきも、上等って感じだったしね。だけど PL は平成になってからも、その体質のままだったのよね。それに背屈か原因があると思う。その一つが誤った成功体験の伝承。誤った成功体験って？霊夢は PL が強くなった要因ってなんだと思う。やっぱり鉄の掟のような厳しさがあったから、プレッシャーに耐えられる強さが身についたのかな。テレビでもよく OB たちが言ってるよね。PL の厳しさのおかげで強くなれたって。確かにそれは、PL の強さの核の一つかもしれない。ただ PL は昭和時代、施設面では他の学校に比べ、圧倒的に優れていたし、優秀なスカウティングで、全国から一流選手を集めていた。当時は先進的な野球部だったのよね。ただ90年代以降、甲子園どころか大阪予選でも、苦戦を強いられることが増えていた。要するに PL の強さを支えていたのは、厳しい指導だけではなく、その先進性だったってことか。しかし PL の関係者は皆、あの鮮烈な黄金時代を忘れることができず、指導法や、寮での上下関係のあり方を変えなかった。しかも学園側も、問題をもみ消してくれてたしね。黄金時代の頃から、不祥事になりそうな事案は、何度もあった。ただその頃は、不祥事をもみ消せるだけの力と財力が、PL 学園にはあった。間違いを指摘する者がいないゆえに、教団も野球部も増強していったのね。かくして PL 学園野球部は、その60年に及ぶ歴史を終えた。結局 PL 学園が衰退していって、大阪桐蔭と履正社の、二強時代になっていったのよね。そう。この二校は打倒 PL を掲げ、PL のような厳しい上下関係の廃止や、練習の質を追求して強くなっていき、その正しさを証明してきた。確かに大阪桐蔭って、上下関係緩そうなイメージあるよね。結局大阪のこの二校の台頭が、PL の今までの伝統を、否定する形になってしまったのはなんとも皮肉だ。そうね。だけどやっぱり、あれだけの名勝負を生み出してきただけに、球部は悲しいわね。しかし最近になって、副部の話も出ていたんだぜ。そうなんだ。それは嬉しいニュースね。OB 会会長の、桑田真澄氏を筆頭に話し合いが進んでおり、
三代目教祖の高人氏は、野球部復活に前向きだった。PL 野球部復活秒読みね。しかし去年末、高人氏が逝去した。なんてこったい。さらに学生数の減少にも歯止めが効かず、学園は野球部どころではない。こや復活は永遠に先送りね。果たして新生 PL を見ることができるのか。今後の動向にも注目していきたいぜ。頑張れ PL。それでは皆さん、さようなら。